さて今回もラトロポリス続きやっていきましょう。さあ前回商人でクリアを目指して始めまして、18エブくらいまで行ってないくらいだね。だ中盤で負けてしまうといったところで、まあ商人はちょっと目立った効果がないからお金稼げるんだけど、そこもちょっと中盤だとねうまく使えないというか、そこまでね恩恵もないので、中盤超えるためにどういくのかですね。まあ、それやりつつ考えるか。一番ちょっと浮かばないんで、なんか運よくいけばみたいなね感じかな。本当に自分からカード引いたりできないから、そういうビルダーとかサイエンティストみたいに引けないから、まあ、途中の運が大事ですね。ちょっと買えないよ。使えない使えない。でとりあえずチーズ捨てつつ、まあ、代替品の内製カード引いて、レベル上げたら途中で内製カード捨てる勢いでいってって感じかな。レベル上がったらパーセント増えて、そうですね、まあ持ち金の3割くらいを獲得できるんで一瞬でね。シューバー内製カードほんと 1,2 枚でフォーテルス引けたらいいですけど、ちょっとその辺を願いつつ、中盤超えてからの作戦がねまだ見えてこないんで、いけてないからそこだね。で盾持ち殺せないからどう殺すかっていうところで、ガードとかロングボウは効かないからクロスボウかな。人工的に銃は中盤の財力ではねあんまり使えないんで、銃使うのであればフォーテレス本当にいるし、そこのバランスですよね。次はどっち？そっちね。よし、あ、いいね。で移動速度上げて詰める作戦もいくか、ちょっといろいろ考えつつあるんですけど、あーこれってプラスリドロクルダウンって1回だけかな。ずっとなら、あ、ずっとだとあれか、使えなくなるか。まあこれ消そう。リドロできる状況で使えば特にコストがないのかな、お金だけみたいな。これ移動速度上げてやっていくわけですよ。敵に詰めると回復、最初のドベザって回復多いな、決まってんのかな。売せたらお金でスキルでカードを捨てるから、このセットでまず商人はだいぶ稼げるので、まずこれが一つだね。21、近接121、同じか、編成同じだね。まずこれを置いて左に集中しようかな、いけるように。これまあ乗り越えるやつも倒せると思うんで、もうちょいかガード5くらいにしてかな、近接は左に置いてって感じで。建物いろいろ欲しいのあるんだけど、建物行こう。君じゃない、レアいし無駄にレア度高いし、ありがたいけど違うんだよな。今から置いた方が効果発動回数多いか。ウェーブタイムを5秒間ディレイすると、使っちゃおうかな。2枚で使うのもな、ちょっと1回使えるんだけど。あ、地図めっちゃあるよ。次だな、次引いたらモンドブーで使おう。
や、チーズ代替品カードがちょっと増えてくれれば。あー、半分、まあいいや。お、いいね、めっちゃ上がった4レベル。これ捨てて入って、捨てて多分40、30回入ったと。ここで壁見張りと家、壁回復行くか、回復行ってランダムカモン。あー、エイドステーション買ったって先に引くべきだな。そうだね、かぶっちゃうのか、めったにないからそんなこと。こっち広げるか。まあでも1枚しかないもんね、まだね。いけいけいけでもずれ、序盤は家をとにかく手に入れて回復置いとくか。1個使い続けて1個温存しようか。そうすることによってノーダメージでとか、まあ医療しながらいって戦闘中医療も考えつつと。34ね、近接の方が多いね。で、移動速度上げて近接で突っ込むっていうのもね考えたんで、それもちょっと試したら、試せたら試そうか。その場合はアドバイザーで 100% 上げるやついるんですよ。それがいたらなと。あら、危ないね。カード1枚リムーブ、消した時ランダムでカードアップゲート。あ、君強いじゃない、こんな人いたんだ。多分ちゃんと読んでなかったね。今からだとチーズ消すんで、チーズ3回消してレベル上げれるか。あ、じゃあのランダムで上げるスキルカードいらないか。こんな人いたんだね。つか、いらないか結構あるな。これ多分使わないと思うね。使いたくないから、どちらかというと。回復戦闘中するか。なんか欲しいよね、なんかショートカットみたいなやつ。まあ UI のアップグレードもね、なんか一応されるみたいなんでね、メインコンテンツのアップデートとともに最適化もされるんで。今のところこう建物のとこに行って上を押さないといけないから、それがね、まあ、どっかちょっとショートカットキー的なやつが増えてくれたら楽だよね。あれ、カード死んだカード全滅した。めっちゃレベル上げるね。5レベルはでかいよ。でも近接6近接6って、お、いいね。今一回止まった気がするけど多分大丈夫かな。よし、ワンガード72も稼げる。いいね、 15% ディレイ置くか一回。すごいとこ置くな。これで5秒間ね、猶予できるから。ちょっと待って、これ捨てよ。あー、ゼオフィスいいね。ちょっと一回捨てちゃうか。コストか、あれ置く前に、これ置く前に欲しかったな15% 置いてからじゃねー。で、クロスボウ持っとこう。ってことはランダムは引くと。おマーケットいいね。ダブル回復。あ、まだいたんだ。そしてはまずこれを捨てよう。ちょっと何かが上がるわけだよね。高い。4人あたり1増えるんで 5増えるのか。高えわなかなか置けない。1、2、よし、広げよう。マイニングなかなか使えてないか。無駄にカードが多いからだよね。いけ、いけねえよ召喚。
ね、死ぬ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 。あ、まずいまずい、後方から。終わった。リドローしたら多分使えなくなるんで。こいつじゃないんだよな。増えるでしょ。いやーきつい。よしギブしよう。ちょっともう一回行こう。なるほどね。さあどうしたもんかな。とりあえず最初ユニット引くには、あの勝った時の選択肢で全部プラスいくか、これで引いていこう。ユニットそうするとレベル上げられないけど、ちょっとここにかけようか。序盤からユニットを手に入れるというこの選択肢にかけよう。で家は商人からもう買えるだけ買ってって感じかな。ここでとりあえずいいの持っといて、ランダム頼むぞ。お、まあまあいいんじゃないか。弱くないからね、そいつね。あ、こうするとね、リドローが弱くなるんですよね。現状13枚あるんでしょ。狙った角来ないから、こうやってくると。お、クロスボクいいね。あ、来た。あ、そうか。これいいな。商人引いていくか。捨てもレベル上げもしないと。ただ引くんだと。これ前持つと思うんで、人口がいない。よし、帰ってきた。お帰り。これギリ使って、だこの中で、フォートレスうまく引くみたいな感じでいくか。これいいんじゃない。前衛、後ろだと。で、中衛、クロスボウからの、これ2人抜くと思うんで、めっちゃ多ければ、こう、縦列を抜いていくと。これ、勝ったんじゃない？勝利見えてよ、今回。人がいない。家がないの。いや、一旦家行こう。揃ってきたし。家かプラスだね。なんでフォートレスが来ないかな。フォートレス来るようであればね、めちゃくちゃプラスで嬉しいけど、あのプラスってレア度多分パーセントで多分あるんだよね。全部出ると思うんだよな。よし、引いちゃって、これまあ前衛持つでしょ。でガードよりクロスボウ見に行きます。ちょ、中盤考えると弾かれるやつはいらないので、2シールドラットで、2、3かな、防いで、クロスボウ。まあ、貫通力で敵を倒すと。で、こういうところで、まだチーズはいるから、こういうところでレベル上げよう。この選択肢では、とりあえずカード引いて、バウンティーかな、稼げるように。これを使えば75で、使った瞬間20入って95。稼げてバウンティーで敵倒してお金稼ぐと。あ、来た、スパイク来た。これで揃ったね。いい感じ。あと家だな。家ないの。ランダムどうしようかな。現状でもデッキ結構あるか。やめとくか。デッキが腐り始めるんでね。二人いれば殺せんのかな。左広げたいんですけど、
あいつがね、ちょっと妨害するんで。よし。まあ家だな。ちょっと人が絶望的に少ないから。移動速度かな、ここで。建物が多い、ビルダーじゃん実質ビルダーですよ、これだと。少年はもういろんなもろもろを使うしかないんだよね。いろんな効果を合わせて強くなると。多いね、全体効果。ここで攻撃力は2上がり、防御力が上がるんで、より耐えやすくなり敵を倒せると。最高級カード、いやこれで言うと多分あれだね、繰り返しやって可能性クリアだよね。将軍とかの時のように多分狙って引き起こせないかな、勝利をね。まあ、とはいえ固まりつつあるな。まあメインカードは、まあ、シルラットクロスボウで建物でいいの引くみたいな、まあ、将軍とビルダーのねクロスプレイですよ。2人追加するか。めっちゃ強い。あ、クロスボウ強いね。もうこいつがいるからより1人抜けてるってのもあるけど、本来ワンカンツーで行くのが増えていると。何人いる ?3 人か。まあちょっと上げとくか。家だな。あ、1人なんだ。はい、追加で。来たね。ちょっと1回使って、じゃあ稼ぐか。倒してからかな。間に合うかな。あれめちゃくちゃいいじゃないめちゃくちゃいい編成よ。あんま稼げそうにないな。スリンガーいいね。遅くするか。攻撃力面でちょっと不安なんでいらないかな。クロスボウで行きたいから、ちょっとここ頼む、なんか来い。スローか。スローはねサイエンティストだと強いんですけど、なんか一時的なカードを引けるやつなら強いんですよ。引けないなら、ね、雑魚みたいなもので壁を、壁使いたかった。クロスボウ買おう。消すやつクロスボウ、あこれそうか、一つのやつか。しまった。でも消すやつでよかったね。季節一番来ないから。成功成功。家はこれで一回終わりかな。これチーズ消せるからね。2132か。ちょっとガード増やすか。ここで使いたかったな。いいや、もう一回進めよう。あ、間に合うか。すぐ使ってリーダビリティ使うか。ガード。よし、タイプ。消せるから引いてこ。いいね、これよこれ。あんまりでも今稼げないと思うけど、ちょっと使ってと。引いて見張りと左置いてクロスボウどんどん増やして、ゼロガードいくか。4人ね、こっちは。うわー、まあ、もらうよ。じゃあ4、5、
クロスボウ威力高かったら、前も言ったけどクロスボウね、合計ダメージ一番高いんですよ、貫通するんで。それをうまく使えるかっていうところで、いいアドバイザー来たから、あとはいいカードが来ればね違うんだよ、それじゃないんだ。お、ありがたい、回収だ回収。見上げて空を。スローいらないな、まあ、最初スローするか。序盤のボスはスローでいけるかな。あ、人工か、120秒間か。空き地はあるよね、買うか。ランダムカモン、あ、でもこれもいいな、釣り。手札にこれ加えてリーダービリティと重ねるみたいな感じで稼げるからちょ、待って待って待って、そっか、先に引き受けだったね、忘れたわ。もうめっちゃ来るじゃん何、壁かな。壁もな、多い気がするんだよな。一個持っとくか。もっと使わないとな。よし。めっちゃ来る、めっちゃ来る。広げた後で使うか。1、こっちが1、2か。とりあえず右広げよう。お金なくなるからそこで一回起こすか、アクション。チーズ消したら稼げなくない？これ消すか先に、まあ、使わずに済むから。フォートレス、ノーフォートレス。ビルダーズギルド持っとくか。これで1回悪いイベントを切るんで、お金を消して39しか減らないから被害は少ないと。あとは稼いで置き直すと。デッキはいい感じな気がするんだけど、多分今ね死んでる建物が多いね、フィッシャリーとか。そこら辺は今は使えないから。左やばくない？編成がすごいよ。左なんか見たことない編成ですね。パイク、勇者、クロスボウ狙った方が消えるんだけど、ちょっと捨てていこう。ガード捨てるか。ガードでもまだちょっと将来性がねあるんで残しとくか。悩ましいね。少しでもお金にして、フィッシェリーそろそろ来るかな。あ、釣ってる釣ってる。あら、かわいいね。結構流れ強いよ、川。よく持ってるね。怒りでもしてみてんのかな。クロスボウ先に置こうか。また消えそうなんで。使えない。こいついいか。524いらないね。チーズ、まあ取っとくか。これならチーズ安いから使えるでしょよし、今回チーズ使おう。今しょうがない、なんかいっぱい増えない限りはチーズ取っといて、変にカード増やさない感じでいくか。移動速度さらに上げれるよね。こう2、3個と積んでってね。人口今じゃないな。こっち残るか。まあいいや、お金もあるし、次引いてランダムからのでいって、
どうしよう、ビルダーズギルド。これいいや。コスト、リペア、壁。壁広げよう。ランダム来いよ。まあまあまあ、いいや。いいね。家建てまくろう。クールダウン短くして、今ちょっと手札をうまく構成する感じで減らしつつやっていきたいんで、とりあえず次ガード消すか消しちゃうか、今の編成には正直いらないんで、時間差つけよ意味ないから、なんか起きるわけじゃないけど、時間差つけて、でランダムカードがね結構来やすいから、そこをうまく使っていくとして、やってみますか。さあ今日は運がいい気がするよ。なんかこれをね、なんか見てるとなんか押せなくて、押すとで来るわけですよ。いや、つい。何人いる ?6 人か。もっと増やそう。ここからレベルだね。そろそろいないと。で、ビジターズギルド行くか。ここよ、ここ。左の方が広いっけ?あ、でも壊されると時間がリセットされると思うから。あ、いいね。いいとこあるじゃん。ちょうどいい。結構土地空いてるんで、いいカード来たらね、使っていきたいな。これ建物あげれるから、見張りとあげるか。結構前線にあるんで。6。あ、ちょっとこっち弱いな。移動速度あげよう。使えるんで、ちょっとフィッシャリーからのカード捨てて稼ごう。あ、いいカード来る。あー、まあいらないね。マーケット、これかな。移動速度上げたんで、ちょっと前衛を強めにしてクロスボウ連打。どこどこ、これか。遠いわ、なかなかいけないよ。すぐもうこの辺だとガード動けないんで、いらないね。前目で戦うことになるから、あげちゃうか。クロスボウ、こんなもん。あれえ、こんなもん上げて、元が低すぎるのかな。ならちょっとこの辺の強化、強いやつ強化して、チーズ消し出すかな。ガード消しちゃおう。絞ることによって、まあ、チーズ出やすいから、またチーズ使ってみたいなね。フィッシュめっちゃ釣るじゃん。いいか、スティール。これはいらない、捨てよ。これ3回釣るタイミングあるから、もう釣りまくるわけですよ。なんか疲れから来て。あ、いいね、置いとくか。8人7人1人行ってこう、行ってこう。いるのね。だいぶ長いな。エイドステーション欲しいな。こんだけいるなら回復をねするキャラかなんかがないともったいないよね。
一回ここは使うか。リドロー今のところまでも承認系だからしやすいんで使わない感じで。3人釣ってるからね、だいぶこれで入るでしょう。あ、痛い、ここに当たる。撃て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 。いろいろいるな今マーケットちょっと待って、いろいろあるんだけど、それが消えちゃうのか。まあ前衛が今欲しいんでいいとして、うーん、1個だよね。家が欲しいんですよね、できたらこれでも買っとくか。家がね家が欲しいんですけど、ちょっとマイニング多分今いらないかな、そんな稼ぎ方しないと思うから。消すカードあるかな、これか、スティール。で壁1個でいいとして、結構いるね。よし、うわ、トトくんできやがったな。こいつなんか殺せないとね、強力だな。もっと移動速度いるんじゃない。来たちょっといろいろあんね、引いて引いて、普通に使うか。んー、ミリタリーか、メディックかを。ランダムかけよう。あー、いらない。60秒ごとに軍事カードね。え、引き直そう。ん？来たね。来た。何あげるかといえばもうこれでしょ。原式。メディック。前衛。買うか、5枚メリック前衛。クロスを超えてきよう。今徐々に押されている。ガード連射力いいな全然知らん弱お互い。クロスボウ強化できたらいいんですけどね。アドバイザーいなくなったら終わりよ、もうこのデッキは。アドバイザーで戦ってるから、これ多分広げすぎるとまとまってくるから、この1個でいって、そうだね、ここでフォートレスが来るか、来たら勝つよ。よしよし、終わったね。もういらないのこの辺。移動速度上げてなんか、いやちょっとあんまいらないカードはちょっと入れるとねあれなんで、ちょっと地図消すか。お金集まってきたし、ちょっとこれから消そう。
消すタイミングあるかな。しばらく平穏が続いて、54ね、5431、まあ、ミディックいるからアーマードネットこっち持ってきて、スパイクとか配置しつつ、ここバリサで越えるとして、この編成でいくか。あとは左に持ってこう。フィッシュリーでバリサ来ないかな。フィッシュリーお、レインフォースレインフォースいいね。フェスティバルファクトリー置いていこう。全体強化からの両面か。暗い。人口増やして、案外強いね。全配置よ。クロスを強くしたいな。レベル上げどうだろうな。レベルじゃないんだよね。来い。おー、エイドステーション、いいね。こっちメディック2人置いとこう。何でも一番前にいんの。最前線メディック行けばリスタ。これで回復させて、いや、チーズ使ったね今回は。まあ、チーズ3枚持っておいて全部強化するっていうのも多分強いんだよね。だチーズ入れた場合デッキが増え続けると使えないから、このくらいの枚数ならまあなんとか使えていると。人口はいるからメディック3人置いとくか。3メディック、いろいろ来てる。あ、ロングボーいいかもね。ロングボーフィッシュリー、フィッシュリー、フィッシュリー、フィッシュリー増やせる。んー、2マスここかな。頑張るよみんな。もっと移動速度欲しいな。家かな。なるほど、行き切ってるからね。どうしようかな、ここ。これまだね、なんか置けると思うんだけど、左バリスタの可能性残すか。開けといて、ここにマス使おう。でも建物はちょっといらないんで、ここでランダム引いて、おいいね、来た。これがね、変なカードでもいいようにこう建物残しておいたんで、うまく使えたし。なんかじゃあ引けるか、ね、もらってもらって。フォートレス、土地がね、こっちか。上がるか、ここ頑張って。じゃあ置くだけフォートレス。これもいいね。おっしゃ、これ上がれるな。大丈夫、君たち。ごめんね。アドバイザー誰。あー、弱いやつだった気がする。ボイナツ来い、ボイナツ。コピーは持ってるので、いらないと。ここでチーズ減らせればわかるでしょ。スラムか。いや、ここならいらないや。これいらない。ちょっとカードを限定していこう。ユニット
結構持っててよかったね。またフォートです。我が頼りはフォートです。で1個前直しておいて、あの水下から来るからそれを軽減して、いいじゃない。これ上げちゃおう。これで人口がね、今88人から106人、いいですよ。これで右弱いんじゃないかな、そこ心配だね。あとバチ下がればな、やられちゃうよなこれだと。全然ない。どうすんの俺。引くしかない。ロング棒で引いて。ロングボタルム、まだいんの。いやダメだね、死んだらお金か。ありがたく。バリスタが復活したけど、ナイス、ナイスだけど。フォートレス来た頃には体勢が決まっちゃったな。25か。まあ、勝利で久々に来れたところですけど。フォートレスで最初から行くとしてユニット増やしとくっていうのも手か。この場合商人らしくない気がするんだよね。リーダービリティほぼ使わなかったんで。これね、この弓ね、あいつ何かできるかな。あの弓倒すにはロングボウスリンガーとか、まあ、カタパルトとかスキル、これね、まあ、攻撃力が低いか、体力がな、体力140もあるからね、そこがね強いな。でもこの子ベイビーちゃん強っ、まあ、そこもこいつのベイビーだもんね。あ、これ3000あるんだ。てかお金、そうか、エンドレスモード来た時とかにあるのか。さあ今回はだいぶ編成的にね良かったんじゃないかなと思うんですよ。まあだいぶではないか、まあ、フォートレスを中心としたデッキでね、アドバイザーも割と良かった気がするんで、うーん、そうだね、4人とも使えたね。まあこいつに至っては最後の方すぎてあれだったけど、そうだね、商人で行くならもう一つの手としてリドローとかを短くしてライスとかスティールとか、あとまあ一時的カードを加えてリーダーアビリティでめっちゃ稼いで展開っていう手もあるんだけど、それをする場合ね、まあ、お金はあるけど多分カード使えないっていう状況になるから、デッキの編成的にこれもまあ良かったと思うけど、まあ、スキルゼロが響いたかな。この3枚のチーズがなんかスキルであれば敵をショックで意味止めてみたいな、ね、こともできるし、いやまあでもいける可能性はちょっとあるかもしんないね。なんで毎回多分作戦変わると思うんで、ベースはでもフォートレスかな。やっぱバリスタ来るだけで
だいぶしのげるんで、ホーテルスバリスタ町の感じかな。でファクトリーがあったのか、あライブラリもあったんだね。結構揃ってるな。もうちょっとユニット強ければかな。だからクロスボウに頼っていって、これプラス1だから3人に当たるんですよ、クロスボウがね。でそのクロスボウ自体は4ダメージに上がって6ダメージだったから、このクロスボウにバラックスとか使って攻撃力を増し増しできれば、3人に通るダメージが上がれば、数も多かったんで、そうだね、10超えてこれば一瞬でね8人いて80ダメージとか与えれるから、そこですよね、ダメージね。貫通クロスボウダメージ、このデッキ組みたかったな。まあ、これを主力にしたんで中盤めちゃくちゃ良かったね。と中盤超えたんで次終盤考えようか。まあ、とりあえずね今回はこれにしましょう。